令和の虎に出る皆さんが結構陥りがちな勘違いじゃないんですけど、はいはい、コンサルティング的な感じでアドバイス入ったりとかっていうのは、はい、別途費用がかかるんですね。そこを目的っていう人がちょっと多すぎて今回そのケースだなみたいな、はい宮原龍馬31歳、今日は佐賀県から参りました。3つの中からご希望の投資形態をお選びください。投資でお願いします。あなたのファンディング希望額は540万円を希望いたします。あなたが思い描く未来の姿は。農業は楽しい、稼げる、魅力的な職業ということを私が示して農業のイメージを変えていきます。まあ、最初はセブンイレブンジャパンに就職をしまして、まあフィールドカウンセラーっていう職業があると思うんですけど、そういうふうにこう店舗を管理してマネジメントするような仕事をしておりました。まあすごくまあその時のこう若気の至りもあったんですけど、稼ぎたいっていう気持ちとかもあってですね、でまあちょっとこうまあベンチャーのようなところに行きまして、まあそこでまあそこはこう情報サイトの運営とか、まあウェブでアパレルの販売とかしている会社だったんですけど、まあそこでずっと営業マンとして働いておりました。まあこう何かしらで独立したいっていう気持ちがずっとありまして、で何かないかなっていうことで、まあ、こう小さい頃から慣れ親しんでました農業っていうものはどうなのかっていうことで仕事を25歳の時に辞めまして、で福岡の有機農業のプロの方のところに1年間修行に行きまして、毎日畑に出て、まあ、勉強しながら、まあ、現場でも実践を学びながら、まあ、農業のことを学びました。独立から1年間はですね、本当に自由に一人で農業をしておりました。まあ、農業っていうのは家族経営がすごく多いんですけど、まあ、それはなかなかこう利益が出にくいとか、ちょっとこう特殊な、まあ、産業というかですね、いろいろあるんですけども、私はまあしっかりもう雇用ができるような農業経営をしたいと思いまして、でそういう中で発芽ニンニクというですね、ちょっとニンニクの赤ちゃんの水耕栽培の野菜に出会いまして、もうすごく美味しくて、まあ、栽培方法が確立されていないと、でまあ、ネットで調べても出てこないですし、まあ、認知度は非常にまだ低くて、で市場規模もないんですけど、でもこんなに美味しいものってすごくチャンスなんじゃないかということで、まあ、最初は本当に栽培室に寝泊まりしながらですね、まあ、研究データを取りながら、でそして自分自身で営業もしながら、でなんとか軌道に乗せていきました。まあ、最初のきっかけがですね、そう2017年 10月ぐらいにライブコマースの特集でガイアの夜明けに出させていただいてですね、まあ、そこからちょっとこう一気にフォロワー数とかも増えて、いってですね、最終的にはこう50万ぐらいはですねライブ配信で、販売をしてました。お隣にまた見せて、今社長たちが手元にある発芽ニンニクですよね。そうですね、水耕栽培のニンニクで、ニンニクの、はい、赤ちゃんなんですよね、はい、でスプラウト野菜っていって、もやしとかもやし、豆苗、ブロッコリー、スプラウトと同じ仲間に一応なります。飲食店さんとかに出してるのは天ぷら、アヒージョで、こう根っこも葉っぱも全部食べれるんですよね、はい、でちょっと多分天ぷらとかにしたらこうビジュアルもいいので、珍しくて、でそして美味しいですし、あと匂いが次の日に残らないんですよね、はあ、食べ過ぎない限りは。でそしてうちの栽培方法で栽培した発芽ニンニクを栄養価分析してるんですけど、まあ、大体こう約ニンニクの10倍鉄分カルシウムもあると、本当にこう高価な有精卵のみを使用した完全無添加の、ニンニク卵をですね、発芽ニンニク卵を、の定期購入者を、どんどん増やしていきたい、はい、ということです、はい、いいですか、はい、リターンの 5% を毎月お支払いされるって書いてるんですけど、例えば、複数の虎の方が出資した場合は 5% を分けるって感じですか。それで 5% を毎月お支払いするんですけど、それは虎の方が例えば数人、投資していただいたらそれは分割にはなるんですけど、投資していただいた金額の10倍までお返しします。なるほど、はい、アフィリエイト広告で売れば、はいはい、この広告費っていうのを先出しではなくて、はい、売れた後払うんで、あ、はい、なんか全部自己資金でできちゃうんじゃないかと思っちゃったんですけど、そこはどう思いますか。本当にこう第一線で活躍されている虎の方と、一緒に仕事がしたい。資金調達多分はい、ここで出なくてもできると思うんですけど、はい、何を求めます、資金を出資する側に何を求めます、はい、求めることですね。求めることはやっぱりこう経営的なアドバイス
であったりとか、田舎でですね、こう栽培とか、あのこう、まあ、ごそごそやってたら人脈が広がっていかないっていうかですね。あ、いいですか。はい、あの僕は、はい、宮原さんすごいあのお話ししてる感じだとすごい素敵な方だと思います。信頼できそうだなと思います。はいはい、ビジネスモデルもすごいしっかりされてるんで、はい、いいなと思うんですけど、一個だけこれ令和の虎に出るあの皆さんが結構陥りがちな勘違いじゃないんですけど、はいはい、出資の場合ってお金を出すんですけど、はい、基本そのアドバイスっていうとかコンサルっていうのはそれは別なんですよ。お金を出したことによるリターンが 5% なだけであって、はいはい、こちら側でコンサルティング的な感じでアドバイス入ったりとかっていうのは別途費用がかかるんですね。はい、じゃあ仮に500万円出資してもらって、でもコンサル料が500万円分のものをもらうんだったら、はい、出資ゼロで 5% もらわないとこっちからしたらダブルコストがかかってるっていう感覚なんですよ。なので、はい、まあ、あのもちろんアドバイスはするんですよ、うまくいってほしいから、はい、だけどそこを目的っていう人がちょっと多すぎて今回もそのケースだなみたいな感じなんですね。なんで、基本的にはお金だけ出すからあとは自分で何とかしてっていうのが出資する側の気持ちです。はい、そこだけちょっと令和の虎で出る人はね考えてほしいですね。はい、本当にこんな効果あるんですか？いや、なんか別に特に体への実感がなかったっていう方は確かに、いらっしゃいました。はい、はい、あのまあ、それはやっぱりこう、まあ、個人差もあるからですね。もちろん最初はこう買っていただいたんですけど、このライブコマースのメルカリチャンネル時代にあの 1000人には売ったんですよね。はい、1000人ぐらいには。はい、でそのうちで辞めた方たくさんいらっしゃるんですよ。はい、あのまあ、最初買ったけど、まあまあ、続かなかったみたいな。なのでそういう中でとりあえず今が130人、残ったっていうことですね。100人飲みましたと、はい、中立的なアンケートで、まあ、商品開発ですよみたいな、はいはい、そういう感じで飲んだら何人が効果を体験できると思います？はい、あのこれいいなって言うと思います？まあ、70人以上は何かしら変化は実感すると思います。なるほど。定期購入になるかわからないけど、はい、70人はいいという思うはずだと。はい、そうです。だけど今までライブコマースだと 13% で、はい、さらに、まあ、普通のお客さんだと 5% なんじゃないかと。はい、じゃ飲み始めてどれくらいで効果を実感しますか？私はですね、大体3ヶ月は飲んでいただきたいですよね。なるほどね。3ヶ月飲まないとわからないっていうのだったらなかなかね、あの、うん、本当に効果があっても途中で挫折したりとかね、はい、続かなかったりしますからね。はい、どこで実感されることが多いですか？1ヶ月で来るとか、1週間でわかるとかあります？やっぱ1ヶ月ですかね。なので、まあ、1ヶ月の初回お試しっていうところで判断をしてください。じゃあ僕が1ヶ月飲んで、はい、あの効果出て体調良くなったりとかすれば全額出しますよ。ぜひよろしくお願いします。本当に効果あるんですか？あります。まあそこはですね、 ありますっていうかですね、あの、まあ、そこに一応お客さんの声はあるので、本当にこう貧血が改善したとか、なんか血液検査の結果とか変わったりします？血液というよりは血圧が安定したとかは聞いたりします。一番聞くのがですね、朝の目覚めがいいとか、あと眠りがしっかり眠れるようになった、あとはちょっと疲れにくくなったっていう、この部分が一番多い。みんなで飲んでみます？最終決断に移ってまいりたいと思います。鴨志社長お願いします。はい、すいません、ナッシングス。はい、で理由としてはビジネスモデルとか人柄とかすごいいいと思うんですけど、単純に 5% っていうのがもうちょっと欲しいなと思ったんで、多分これやるってなったら僕結構稼働しそうな匂いがするんで、そうすると 5% でちょっと物足りないなと思ったんで、はい、ナッシングです。はい、じゃあ渡辺社長お願いします。はい、100万円です。人柄が良くてとても好感が持てます。頑張ってほしいと思います。はい、ございます。はい、じゃあ渡辺社長100万円ということでありがとうございます。七重ママお願いします。はい、私も100万円で、はい、ありがとうございます。はい、近くの結構いいものが売ってるスーパーで見かけたんですよ。はい、ただ食べ方が分からなかったというか、はい、匂いがするんじゃないかとかいろいろあって、はい、でもすごい興味があるのと、ただこう、まあ、特許とか取るの分かんないですけど、ね、いろいろ宣伝方法を考えて一緒にやっていけたらもう面白いかなと思って、はいはい、健康オタクです。はい、ありがとうございます。七重ママからも100万円出ました。足立社長どうぞ。ナッシングで。はい、はい、足立社長。はい、条件が2つあります。はい、1つ目が、僕が1ヶ月飲んで体調が良くなったり何か変化を感じれるか、感じたら出します。で2つ目は話を短くすること、これから一緒に仕事をするのにこんなに長いと疲れちゃうなと思って、すいません。それが治るなら、はい、あのこの2つの条件が満たされるなら僕は1人で全額出してもいいです。はい、あと皆さんも一緒でもいいです。皆さんに、
出資していただけたら、ではこの段階で条件付きでありますけれども、あなたの希望金額に達しましたので、今回は条件付きでオールとなりました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。